ED-1 型はかつてロシア鉄道が所有していた交流電化区間用プッシュプル列車。貨物列車用に製造された電気機関車に申請した付随車を連結するという編成を組んでいた。この項目では同じ用途で製造された EDQT 型3000番台についても解説する。ソビエト連邦の崩壊後、余剰気味になった機関車を活用するため、 ロシア鉄道など、旧ソ連各国の鉄道へ向けて、機関車の中間に、電車の中間付随車を連結する、プッシュプル列車が多数導入されていた。その一環として、全連合電気機関車科学研究計画、設計技術研究所、全ロシア電気機関車研究所、デミホボ機械製造工場によって、開発、製造が行われたのが、ED1K である。動力車は、 貨物用交流電気機関車として製造された2車体、連結式の VL80S 型が流用された一方、中間に連結される付随車は、デミホボ機械製造工場が製造していた EDQT 型電車と同型の車両が新たに製造された。動力車と付随車をつなぐ回路は、ノボチェルカスク電気機関車工場が製造した。編成は12両編成を基本とし、うち、 各動力車側の付随車にはトイレが設置されていた。摂氏50度から摂氏40度まで様々な環境下で安定した走行が可能なように設計されており、需要に応じて量数を減らすことも可能であった。最初の編成は1999年に完成し、試験運転が行われた後、翌2000年から営業運転に投入され、それ以降12両編成4本が導入された。 極東鉄道支社が管理する交流電化区間で2009年まで使用され、以降は、動力車が元の二車体連結式電気機関車に戻され、貨物輸送に転用された一方、使用された客車は転用されることなく、車庫に留置された。ED1、e、型と並行して、1999年にデミホボ機械製造工場で、 機関車とプッシュプル運転を行うための付随車が30両、製造された。連結する機関車との形式名の統一は行われず、第1、第3編成は、VL80S 型と、第2編成は、CS4T 型やニテ 10V 型ディーゼル機関車と、連結して2010年代初頭まで、ジにノブゴロド地域で使用された。ありがとうございます。